はい、宇治でございます。ね、オーバーハイム OB8、また登場しましたけど、もう今回はね、もうちょっとこう、ね、だいぶ前にやったんで、もう一回ちょっと引っ張り出してみたらですね、やっぱりこれは本当いい音してるなと、ああいうことまた再認識しまして、また新たな環境でね、ちょっとお届けしたいなということで、登場しました OB8。やっぱね、オーバーハイムっていいね。素晴らしくいいです。もう音のなんていうの、質感とこの抜けの良さ。ね、今ちなみにあの TC エレクトロニックのこのコーラスプラス、これアナログのコーラスですね。そして同じく TC の、リバーブとディレイをこうちょっと出してますけど、いつもアナログシンセ使うときはね、このセットでいつもやってるんですけど、やっぱりエフェクターのノリがいいもんね。こういうポルタメントの音とかさ、この手のパッドも素晴らしい。美しいね、フィルターの効きもね。すごいよね。このオルガンも本当にね、よく使ったわな。なんたってシンクリード。毎度おなじみオーバーハイムはこのモジュレーションがね、普通のホイールと逆ですからね。ピッチベンドはこれ下げて上がる。普通はホイールって動かしてこう上側に行くと上がるじゃない、違うの。この発想っていうのはギタリストがね、こうチョーキングするとき、フレットで指で弦を押さえてこう張力を上げるためにこう上にずらすじゃない、それと同じ発想なんでね、こっち側にずらすのと同じで、これで最初ちょっと戸惑うんだけど一瞬で慣れますね。でモジュレーションも同様に下側に行くとモジュレーションがかかる。だからあのね、ピッチベンド、ベンドモジュレーション、非常にね、ライブを重視したこの非常に使いやすい設計になってるね。これ抜群にいいですね。分厚い音はこのユニゾンモード、ユニゾンになってるんだけど、わかるかね。これユニゾンオフにすると和音なんだけど、ユニゾンオンにすると、全部でこれね、8音ポリフォニックで2つの VCO があるんで、全部で16個の VCO が1個にまとまる。こうやってリチンをかけて、もう抜群にいいですね。
パッドは本当にね、オーバーハイムならではのパッド。クラビもね、本当にもう弾いてて気持ちよい。もうこの切れ際の音のこの VCO の残る感じ、もうね絶品だね。このなんかアコースティック感のある感じ、パイプオルガンのようなこのヒューマンボイス、これねレゾナンスが効いてんだよね、この辺のこの感じ。サンプリングじゃ出ないんだよね、この感じがね。このハイパスの感じ、素晴らしいです。このパンフルートいいね。良いです。これね、バンクが A に8つ、B に8つ、C、D に8つとあるでしょ。で、ね、8×4 で、32かと思いきや、実はね、違うね。この、例えば A と B を一緒に押す。これも一つのバンクであるわけ。これも、いいね、このストリングス。素晴らしいです、ね、ということは AB であるってことは AC もいるよね、当然ね。
ズ系のエレピの音がいい音してね。当然 AD バンクもあるわな。 ADです。面白いのが当然のごとくで、今度3つ押していくぞ。 ABC バンク。よくできてるね。 ABD バンク。当然全部押しの ABCD バンクもねあるわけですね。というようにね、実はちゃんと、ギミック的にあるわけですね。まあ、A の1番は有名なあの音。このね、なんたってこのロック系のリフはこれでお任せ。これ実はね、むき出しのノコギリ刃の波形なのよ。それをちょっとディチューンかけて、こうやってるだけなの。これだけでももうなんつうの、そのもう音の雰囲気というか立体感とか質感がね、独特の感じが出る。さすがにやっぱ使える音色の満載かなという感じがしますよね。ということでオーバーハイム OB8、 実はねこのパネル上見ると分かるんだけど、オシレーターでしょ、オシレーターね、分かりますよね。オシレーターの質がこう波形を変えたりとか、ピッチを変えたりとかね、フィルターでしょ。ノイズを入れたり、ね、オーポールにしたりとかで、エンベロープが2系統ありますね。アタック、ディケイ、サスティン、リリース、こうありますね。で、上は VCF、下が VCA と、よくできてますね。そしてマスターのところとね、チューニングもマスターがあって、でコントローラー系はこちらの下にまとまっててというね。で、実は裏モードもあってね、ここにほら青い文字があるじゃない、青い文字。これ OB8 独特なんだけど、これページ2、ここにねページ2っていうのがあって、このページ2がオンになっているとこの下が有効になるんだよね。というように実はね、割とつまみとか割と少なめに整然と並んでんだけど、実は裏モードにも独特の感じがねちゃんと残ってるという OB8 オーバーハイムでした。いいでしょう、音ね、ご機嫌です。